ブルーシートブルーシートとは、ポリエチレンなどの合成樹脂製のシートのこと。ほとんどの汎用品は青色であることから、この呼び名が一般化した。ただし、これは、いわゆるは西英語で、アメリカでは、タープ、タープ、トルポーリンの略と呼ばれる。花見もともとは、建築、土木工事一般の工事現場で用いていた資材の一つである。工事現場の周囲を囲って、 埃の飛散を防いだり、乾燥中のコンクリートが雨風にさらされないように、するため、建築中やリフォームなどでまだ屋根の防水が終わっていなかったり、部分的に屋根を剥がした建物の屋根代わりに、あるいはすでに内装が住んでいる建物内で床などを汚れから守るためなど、様々な用途に用いられている。サイズはメートル方の単位ではなく一件もしくは半間単位で企画されているものが多い。 ポリエステル系統の合成繊維を合成樹脂製フィルムで挟んだ構造をしており、引っ張りに強く避けがたい。ロール状になったシートもあるが、汎用の製品では各辺が補強されており、さらに製品によっては四隅に金属製の補強が入った穴が開けられているものも見られ、この穴に紐を通して、湯合い付けたり、あるいは金属棒の杭を打ち込んで地面に固定するなど、 様々な使い方がある。不透水性を持ち、また対抗性が高く、折りたためば軽くて、場所を取らずに収納できることや、安価で丈夫なことなどから汎用性は高い。複数を使うことで、広い面積を覆うことに適する。こういった特徴から、工事用以外にもアウトドアキャンプ用や、花見用などで地面に座るためのござの代用品。 あるいはその誤座のもとに敷いて地面からの湿気を防ぐために一般家庭用としても広まった。また手軽で安価、耐候性の高いことから路上生活者の仮設住居の材料として常用されている。熱には弱く望遠シートと明記されているものを除き耐火性はない。ブルーシートの大手メーカー、萩原工業の場合、1964年に ポリエチレンフラットヤーンの防水加工を開発し、翌1965年に万能シートとして発売した。それまではオレンジ色のものが主流で、オレンジシートとも呼ばれていた。しかし1965年頃、オレンジ色の顔料に有害物質が含まれているという噂が流れ、このため青色が用いられた。青色であった理由は、空や海の色に近い。 青色の顔料が一番安かったなど諸説あるが、爽やかな色という説が有力視されている。米国ではカラーコードによって強度と厚みが共通化されており、一般に使用されるタープは圧倒的にライトデューティーの青が多い。ただし、すべての製造元がこのカラーコードに準じているわけではなく、ライトデューティーの厚みしかないのに、 緑色で販売しているようなメーカーもある。特に防水加工を施した布製のタープなどはこのカラーコードには準じていない製品が多い。阪神、淡路大震災では避難所の設営、破壊された屋根の雨漏り対策などに使われ、防災グッズとしての利点も見出されたことから、対策の備蓄品として防災倉庫にストックする自治体も増えた。また、台風、 突風などで屋根が破損した際の応急処置的にも利用されるが、平時には自治会レベルでストックされているブルーシートなどは自治会の催し物でも利用されていたりもする。ホームセンターなどで売られている汎用品は運びやすさを考慮して薄で軽量のものが多いが、工事用のシートでは数年間の使用に耐えられるよう耐紫外線加工を施したものや、 厚手のシートも存在する。また機能性シートとブルーシートの境界にあるような製品では、難燃材を添加するなどして、望遠機能を持たせたシート、建築現場周辺を囲うためなどに、風が抜けるスリットを加えたシート、遮光性を高め断熱性を持たせるため金属フィルムを、ラミネート加工したシートなども存在する。不透明であることにより、いわゆる 目隠しに使われることも多い。犯罪容疑者の移送時、移送車両の乗降に際して、建物と車両の間の目隠しや、事件現場捜査時の目隠しなどに使われる。殺人事件の現場や、鉄道人身事故などでも、乗客やマスコミが映した画像に対して視聴者に、生算な事故現場を見せないようにとの配慮から、用いられることもある。ありがとうございます。